6月6日月曜日、本日新型コロナワクチン4回目の接種の案内のハガキが届きました。我が家は夫と私の2人暮らしなので2枚届きました。そしてニュースでも散々言ってるように、4回目の接種対象は60歳以上の人、あるいは18歳から59歳までの基礎疾患を有するなど重症化リスクが高いと医師が認める人のみとなっております。ちなみに私は呼吸器系疾患のせいでこれだけの薬を服用しています。こちらは吸入タイプのものです。そしてこちらも吸入タイプのお薬で、こちらはステロイド系のお薬です。そしてこちらとこちらとそしてこちら、飲み薬も飲んでいます。もうこれを毎日6年間も続けています。では早速コロナワクチンナビというところに入ってみようと思います。お、来た来た。これをピッと開いて、違うこれはどうすればいいの。6月30日木曜日です。新型コロナウイルスワクチンの4回目の接種券が届きました。開けてみます。4回目接種のお知らせといって、このような説明書が入っています。そして1回目から3回目の接種の時と同じように予診票が入っています。これが予診票です。そして、接種券がこちらです。こんにちは、れいこやんです。皆様、こんにちは。本日は2022年7月の12日火曜日です。これから4回目のワクチン接種に行ってきます。では。たった今、接種を終えて、10分間の待機時間を終えて、もういいですよと言われて、これから帰ります。めちゃくちゃ腕が痛いです。ちなみに今日はファイザーを打ちました。帰宅しました。現在午後の1時45分です。ここに打ってくれました。私は1回目と2回目の接種はファイザーを打ちましたが、腕が痛いだけではなく猛烈な吐き気がして大変でした。しかし今回はそれはありません。熱を測ってみましたら36度6分です。平熱です。私の個人情報があちこちに載っていますので、いろんなもので隠していますが、本日こちらです。2022年7月12日コミナティ菌中と書いてあって、ワクチンはファイザーということがここでわかります。ファイザー、モデルナと来て、また本日ファイザーを打ったわけです。剥がします。針の跡は、私がこうしてみると分かりますけど、おそらく映らないかと思います。腕の腫れは、どうでしょう。見受けられません。あ、いやいやいや、嘘でした。触ったら、ぽっこり腫れています。ここ、
ポコッと腫れていますが、赤みはありません。3時18分になりました。接種を終えてからちょうど2時間が経過しました。副反応ですけれども、腕はもうそんなに激痛というほどではありません。軽い頭痛と、あと全身がこうだるいと言いますか、倦怠感が出ています。そうそう、熱を測ってみたいと思います。前回6度6分でした。はい、ピポピポ。6度7分です。先ほどと大して変わってません。5時18分。熱は36度8分です。なんとなくじわじわと上がってきている気もしないでもないですが、まあこれぐらいは誤差の範囲でしょう。副反応は相変わらずの腕の痛みと全身の倦怠感という感じになっています。頭痛はもう治りました。今は腕の痛みと倦怠感だけです。夜の11時18分です。接種をしてからちょうど10時間が経過しました。熱を測ってみたいと思います。熱は6度3分に下がりました。腕が相変わらずちょっと痛いんですけれども、頭痛は全くなく、倦怠感もそれほどないです。皆様こんにちは、れいこやんです。本日は7月13日水曜日です。時刻は現在午後の1時18分です。腕を触るのは相変わらず痛いです。お風呂でゴシゴシはできません。それと寝るときに左側を下にして寝るのは痛くて無理でした。それと熱ですけれども、昨日もう夜の段階で下がってましたけど、もう一度最後に測ってみます。熱は、5度6分です。私はもともと熱が低めなので35度6分と出てました。よって24時間経過した上での私の副反応は、まあ、腕が痛い、そして軽く頭痛が来たのと倦怠感があったぐらい、本当に軽いものです。最近またコロナ感染者が増えてきています。昨日は東京都も1万人を超えたとニュースで言っていました。第7波が来たということらしいです。私のように呼吸器系の疾患を持っていたり、その他重症化するリスクのある病気を持っている方などが4回目を今打てるわけですけれども、あと60歳以上の方も打てるわけですけれども、そうではなく、医療従事者の方や医療に従事していない国民も、前回の接種から5ヶ月以上経ったら全員が打てるように接種券を配布していただきたいと思います。一日も早く収束しますように切に願います。
では、これにて4回目接種の副反応のレポートを終えたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。